グロワールはフランス海軍のラガリソニエール休憩寿命館の一隻である。1944年にナポリで取られた本館。ダズル迷彩が施されている。収益後のグロワールはブレスト艦隊に所属した。1937年11月18日にフランス領インドシナに派遣されたが1938年4月16日にブレストに帰還し、 同年12月1日に本館は英米を訪問している。1939年1月に第4巡洋艦船隊に編入10月と12月にドック入りして紹介層を受けた。第二次世界大戦時にはダンケルクより近海を輸送する任務に就いた。帰還時にカナダ陸軍を輸送する船団を護衛し、その後は大西洋で紹介任務に就いた。 フランスの降伏後の1940年6月には、トゥーロン港でビシー政権に属し、フランス領北アフリカのアルジェ港に泊まった。メナス作戦において、連合軍と戦ったが降伏し、以降は自由フランス海軍の軍艦として4月から7月にかけてカサブランカで修理を受けた。11月23日より自由フランス海軍の艦艇として最終益した。 1943年にアメリカのフィラデルフィアで近代化改装を受け、各種レーダーの装備と対空機関砲の更新が行われた。1943年2月にダカールを起点として地中海で紹介任務につき、その後は1944年1月まで南大西洋で任務についた。 同年2月に連合軍のイタリア侵攻で、コルシカ東映軍隊を輸送する戦団の護衛を行い、その後は、ノルマンディ上陸作戦や、南フランス上陸作戦の支援についた。ありがとうございます。